した？うん。あ、俺飲んじゃってたんだ。あらあら、作って作って。うん。うん、ちょっと用意してる。お刺身の準備。うん、お醤油とわさび。よいしょ。すごいなんか今日のご飯変わってる、うん、これ映ってんのこのでっかいナス。ちょっと切れてるかも、うん、まあいいか。まあでっかいナスだ、でっかいナスだ。はい、お疲れちゃん。お疲れ。お疲れ。うん、今日はね、焼きナスでしょ、うん、で、この鶏ハムでしょ、うん、それで、これはほうれん草、昨日の、うん、で、なんかハートの炒め物、うんうんうん、それと、これがうずらの卵をね、うんうん、茹でて、うん、で、あの、なんていうの、餃子ニンニクとごま油で漬けたやつ、うんうんうん、で、まあ、サラダと、これ実家から来たお刺身と、お刺身、うん、ね、静岡のみかんと、これ実家のあのあれだ、粕漬け、うんうん、はい、いただきます。あ、これがね、あ、うん、あ、なんだ、北海道で一番売れてるキムチの辛口版。の辛口版があったかな。辛いのかな、食べたら辛くないと思うんだけど。うん、うん、ありがとう。これ美味しいから食べてみて。うん、卵、うん、卵、うん、うん、一緒に食べないと。うちのあの醤油漬けのやつで、うん、あ、あれ醤油漬けじゃない、めんつゆ漬けか、うん、美味しいわ。ラーメンとかに入れたい。うん、まろやかになってしょ、だいぶ、うん、辛くないし、うん、うん、うん、強烈。あ、匂いはね、うん、うん、うん、強烈。うん、ハート、スーパーなんだか気持ち、うん、温泉の床でベロンと寝てる人多いんだよね。本当だ。どう、辛い？あ、これ結構辛い。何の辛い？あ、うちの南蛮ちょっと辛い、これ削って辛いよ、うん、辛いのにこれ食べたら分かんないかな。うん、うん、いつもより辛いよ、うん、うん、辛口って書いてあった。うん、いつもの辛いけど、こんな思ったほど辛くないんだよ。まあね、これは何のお刺身？ブリ、うん、ヒラメ、ヒラメ、あ、これ縁側、白白。うん、うん、うん、日本酒だ、うん、今日は秘密兵器一本飲むか、うん、いやいや、日曜日だもん、うんうん、
おいしい。お風呂上がりにこれいいべ、ゆず、うん、いい。うん、旦那さんが全部作ってくれたから、私は帰ってきてすぐにお風呂に入らせてもらった。あれがさ、あのアワビ、うんうん、あれやっぱ蒸すんだわ、作り方見たら。かす漬け、うん、一回蒸して、うん、5分蒸して、うん、かす漬けさ、うん、やったけど、うん、やったの、うん、秋食べれる。5時間もやってるからちょっと録画するか、うん、まだ1時間半しかやってるんだこれ。録画する、しばらくお待ちください。あ、録画を開始しました。これもね、なかなかこれと合うんだよね。ああ、そうかもね。これニンニクなんだ、あの、もうノーマルない。ああ、はいはい、これ一応白だしかけたんだけどさ、うん、皮うるさかったら皮、あの、うんうん、むきむき食べてもいいし、うん、日本酒するか。うん、ヒラメ美味しい。うまいな。うん、だいぶ美味しい。うまだいぶ美味しいよ。もう一杯のかな。いる？だいぶ美味しいわ。うまいね、うん、甘い。やっぱり違うね、魚屋さん持ってるやつは。昨日さ、車借りに行くときにさ、うん、あった、おーって思って、俺もギリギリだったから、うんうん、どうもねーって思うのさっつって、あ、辛い、辛い、辛い、うん、どれ辛い、わさび、つけすぎた、うん、でもいい？うん、食べて食べて。え、ブロッコリーあったっけ？あったよ。
にも変化が。いいですね。来たか。あ、ほんと見た。今初めた。これ初めて。日本酒なんだけどなんか、うん、美味しいから食べちゃう、うん、ナス、うん、うん、おいしい、うん、おいしい、今日は大変でしたね。除雪機壊れて大変。だからやっとさ、うん、っていうか、な本格的な雪が積もってさ、うん、外出た前の積もったのもいったら30センチぐらいになってた、うん、今日はもう降らないの？いや、また降るかも。いざ出動と思って出たでしょ、うん、したらなんか調子悪いんだ、うん、でバック入らなかったよ、うん、でそこでバーンってなんかすっげーでっかい音して爆発して、うん、爆発したの、うん、で止まっちゃったのさ、うん、バッテリーが破裂したらしいんだよ、液出てきたからね、うんうん、あ、バッテリーの劣化ってこと、うんうんうん、2011年って書いてあった。13年使ってんだ。そうか、うん、よかった、車出るだけ出れて。遅刻するところだ。でもね、思ったほどには混んでなくてね、うん、バッテリー2つ直列になってて24ボルトになってるよ、うん、普通の車のバッテリーって12ボルトでしょ、うん、乗用車バイクは6ボルトだけど、うん、あ、12アンペア、6アンペア除雪機ってそんなに大きいの？うん、あれね、大きい除雪機だから、うん、で買ったところに電話して、うん、と親父はもう亡くなったんだけど、これ使ってんだわっていう話して、うん、名前と住所聞かれて登録して、うん、で台車、うん、台車っていうか台外機持ってきてくれたんだけど、うん、半分ぐらいの大きさなのよ。ね、女性でも扱えますぐらいの。いや、今度逆に力入れるんだよ。うーん、あのあれはブレーキかけたらブレーキの方止まるようになって、うん、抵抗曲がるようになって、うんうん、曲がるよ、もう力で、うーん、マジか、左大丈夫かなと思いながら。大丈夫だった？いて、ちょっと痛い。いやー、治るといいね。
や直してもらうよ、うん、もう基盤いかれてたらダメかもって、うん、なんかこれも切れないからもらっていい、うん、結構好きなんだよねこの焼きね。あなたはお茄子焼いたの好きだよね焼き茄子結構好き皮むくのさ、うん、いつもさ熱いのお袋さあって赤くしてさ剥いてたんだよね、うん、で親父も剥いたのが好きだからさ、うん、俺そこら辺はさでもちゃんと焼けばさ、うん、私結構冷めてから剥くぞ、うん、熱々の食べたいの焼き茄子、うん、なんか焼き茄子って冷たいイメージだけどな雑なも美味しいんだ。そうか。ダメだ。しけてくれたもんな。ほうれん草もうまいよ。ああ、これチヂミほうれん草ね。そうそう。うん。チヂミほうれん草美味しいよね。チヂミ小松菜も美味しいけど、うん、縮んでる野菜美味しいよね。うん。うん、これかけたのなんか。うん。うん。うん、お醤油かけた。うん。日本酒で食べとったかい。うん。もう飲んじゃった。あ、日本酒？うん。うん、うまい。うん、うまいのうまいがうまんな。やめたんだっけ？
ごま油うまいよ。塩ごま油。もうレバダシみたいな。心臓の筋肉ってさ、うん、体の中でさ、うん、唯一ね、あれいいね。随意筋と不随意筋ってわかる？うん、自分で動かそうと思って動くす随意筋が、うんうん、骨格筋さ、うん、筋肉ね。うん、でそれは横門筋っていうさ、うん、筋肉なんだけどさ、心筋だけはさ横門筋なんだけどさ不随意筋なんだよ。あ、自分で動かそうと思ったら自分で止めたりできないんだよね。そうだね。うん、他の横門筋はさ自分で動かそうと思ったら自分で止めたりできんのよ。うんうん、あ、うん、おいしいやん。うん、ちょっと甘い、うんうん、でも美味しいよ。これ塗った？染み素合いになってる。うん。うん。うん。ああ。何回も入れたりなんだりして手間かかってるんだって。うん。マグナって言われないと分かんないもん。もっとあうまい。心臓、そう、鳥の心臓。うん、うまい。三色丼うまそう。うん、いくらすんだ、値段乗ってない。赤身がうまいんだ。旨味残るよ。旨味が赤身なんだけど、あ、日本酒だわ、お刺身。うん、そうでしょ。お刺身日本酒だわ。うん、お刺身とナスは日本酒なんだよね。これそうそうか。うん、あ、うん、あ、でもそんな甘ったるくないよ。うん、エゾのあけぼの、うん、エゾのあけぼの、うん、どうでしょう、あけぼの酒造福島県。うーん、福島も美味しいお酒いっぱいあるよね。あるある。うん、写楽とか福島、写楽福島ですか。うん、これが、何だっけ、
主歩七蔵はさらなる先の、うん、いろいろ書いた。銀布、うん、蝦夷のあけぼのだからね、北海道米を使うんだね、北海道、うん、お米を使って福島で醸してる、うん、あれそれでブーンってつけたらいいんじゃない、あ、はい、熱い、うん、大丈夫、消してもいいよ、ブーンって少しつけたらいいよ、足の先ポカポカになってきた。日本酒で、うん、マグロって言わないとわかんない。ヒラメの縁側はうまい、うん、なんかさ、回転寿司でさ、サメガレーの、うん、とかさ、うん、カレーのさ、縁側ってすっごい生臭くてさ、そうなの、私ね、うん、縁側ってさ、縁側ですって言ってさ、なんかどっかで食べたんだけどさ、うん、初めてね、うん、その時ね、すごい生臭くって、うん、すごい嫌だったの、脂っこくて、うん、だから縁側ってみんな縁側縁側言うのがどうしてかよくわからなかったの、うんうん、最初の体験がね、うん、でなんか縁側こうあの回転寿司でさで1個食べていいよって言って1個さもらってもさ、うん、もういいってなるなんかあんまり好きじゃないのと思ってたんだけど、うんうんうん、ちゃんとした縁側はちゃんと美味しいんだねっていうのを最近知った。いや美味しい。歯ごたえもいいし。最近知ったのさ、私それを。残念ながら長い人生。最近知ったもの結構あるね。あるある。これ美味しいよ、辛くちょっと辛くて美味しい、うん、そんなにバカみたいに辛くない、うん、こっちの方がいいわ、うん、量一緒だし、お、今年巨大カジキをゲットした強運にあやかろうと
この桜マスだ。うまいよな。桜マスは美味しい。とても。アメマスも釣ってくんなよと。何しても美味しくなかったもんね。なんかさ、美味しく食べてあげられるお魚にしてほしいな。戻りまがる、戻りがつでやって。あ、それは最高だな。もう暑いわ、やっぱり。止めて。ソープ向いてるときそれなかなかあの反応しないの。サーキュレーターね、あっち向いてるときね、リモコンなかなか反応してくれないの。そう、首振りだから。そう、ソープ向いてるときで反応しないんだ。本体とソね、首だけ振ればね、本体と一緒に回るから。サーキュレーターだけどさ、夏助かったよね。本当に暑かったから、問題だったんだ。目にまつげ入った。あれ、たまに俺も入るけど痛いよな。から食べた後のリゴ。めっちゃ高いわ、あんなでかい。バター炒めだ。バター焼き。アワビの、いやちょっと。あの、私はアワビのお刺身はあんまり好きじゃないんですけど、硬くてね。でもあそこで食べたアワビの焼いてもらったら美味しかったでしょ。焼いたアワビはね、好きですよ。柔らかくなって。今日蒸したから美味しいと思うよ。きっとね、あれ、島の人もね、蒸してからやってるわ。酒蒸しさ。うちの、 あの圧力鍋の下にあの、スノコみたいに引いて、5分って書いてあったから、4分45秒ぐらいにしといてくれた。なんで？だってお刺身で食べれるのもそんなに。いや、まあそうだけど。蒸しすぎはいけませんって書いてあったんだ。ああ、そう。で、5分って書いてあった。3分でもいいかなと思ったけど。いやいや、当たったら困るからやめよ。
いや当たりはせんだろ。いや分かんないしそんなの。奈良漬けのさ、あのカスにさ、うん、どこだったっけ、どこの酒かすまれてたんだっけ、半分入れてさ、キットの酒かす、キットの酒かす、キットの酒かす、あのつぶつぶ残ってんだもんな、考えてみたら米の。あー、そう、うん、こうやってやって混ぜたさ、こうやってやって袋から出すのおっかないから、こうやってやって本当はすり鉢でな、うんうん、混ぜればいいんだろうけど。おいしい、おいしい、よかった。食べちゃったの今日。食べたよ。きついな、2合炊いてあのおにぎり2つの残り全部食べるの。きつい？もう1個おにぎりあなた握っていい？いやだってそんなにいらんのだ。いやもう少しね大きく握ってもいいんだけど、あなたが足りなかったら嫌だなと思って。足る。大きく握っていって。もうちょっとね。じゃあ気持ち大きく握っていくわ。うんうんうん、今日もご飯とぐから。うん、どうやった肩やっぱりね、柔らかいと思う。ああ、いや、二目盛りぐらい、一目盛りの、線の2本下ぐらいにしたんだけど、うんうん、水もうちょっとか。いや、いいよ、いい、あんまり固くしてもなと思うけど、うん、こう握っててさ、うん、おにぎりね、って握ってたら、こう、うん、くちゃくちゃくちゃって音するの分かる？柔らかいご飯で握ると。ご飯粒潰れていくのがよくわかる、うん、であのなんかこうねちゃ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 、そうそういう感覚なのよ、うん、普段からさ若干固めのご飯じゃん、うちって柔らかいご飯じゃないじゃない、うん、あれふっくりんことかやっぱりあれな、いや動産前ならふっくりんこだし、うんうん、つや姫だな、うまいの、ここハエナワなんだ、こっちは、うん、大間は一本釣りなの？一本釣り、うん、ジャンボっていうあのでっかい竿がもう船にくっついてる。でっかい竿かあの糸だけか、糸だけかっていうか、うん、仕掛けだけね、うん、夏暑かったから、
当じゃない、うん、もう本当やで、温暖化で。紛争が起こらないよう、紛争が起こらないよう、まあ漁師ストップパスは、あの、作物が全作物、あ、お腹いっぱいになってきた。よかったね、うん、じゃあ乾杯するか、ね、うん、日本酒で、はい、うん、どうも、はい、ごちそうさま、あ、うん、おいしい、あ